ボラボラ空港とは、フランス領ポリネシアボラボラ島にある空港、島の北西部のリーフ上に位置している。必ずとは言えないが、離陸、着陸は、西から東へ向かっている滑走路11を利用することが多い。この場合、パペーテタ七国際空港からボラボラ空港に到着の際は、ボラボラ島の東から西へ横切り、降下しながら左旋回の後滑走路十一に、 着陸となる。このため、進行方向機内左側から、ボラボラ島全体が見渡せる。また、天候の良い時には、ボラボラ島の北に位置する、ツパイ島も見ることができる。空港内施設は、ブティックに店舗と、カフェが1店舗のみ。この他に、各ホテルのカウンターが用意されており、到着時は利用ホテルのカウンターへ名前を申し出る。空港が、リーフ場に位置しているため、 本島や各ホテルまではボートで渡ることとなる。各旅行会社のツアー利用や直接予約など関係なく、ホテルに宿泊の際は前日の通り、カウンターへ申し出ることで、空港ホテル直行の専用送迎ボートを利用できる。また、本島のバイタペイは、エアタヒチが飛行機の発着に合わせて、シャトルボートを運行している。国内線。 ボラボラモツミュート、ハットムーブメンツパッセンジャーズアーカイブド2006年11月25日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。